やるじゃん君。サッカー部員じゃないよね。あ、何？どうしたの？ならいいけどさ。それよりさ、サッカー部入んない？あ、そりゃそうだよね。ごめんごめん。僕、サッカー部の前田いつき。あ、一応女子部だから。うん、よろしく。ねね、サッカー部に入らなくていいからさ、今度一緒にサッカーやろうよ。え？楽しみにしてるよ。じゃあね。もしかして女の子のことでしょ。いいけど誰の情報を聞きたいの？ちょっと待ってね。はい、こんな感じよ。他に聞きたいことは？評価はね、また何かあったら。なんかね、最近かっこよくなってきたよね。うん、すごくいいと思うよ。これこれ。ん？あー、ごめん。もしかしてあなたもこの本探してたの？あ、もしかして古文の宿題の資料？やっぱりね。あの宿題だとこの辺りの本が参考になるからね。はい、どうぞ持って行って。うん、私前にその本一回読んでるから、内容はだいたい頭の中に入ってるし、念のため確認しておこうかなって思っただけだから。そんなお礼なんて構わないわよ。それじゃ私はこれで。あ、私は五道つぐみ。うん、同じ本を借りようとした男子ってことで覚えておくわね。それじゃあまたね。あ、今から帰るところ？そうだよ。お、せっかくだから一緒に帰ろうよ。マキー、もうどうして置いてっちゃうのよ。ごめんごめん。だってつぐみの姿見えなかったんだもん。だから彼と一緒に帰ろうかって話してたんだ。彼？あれ、この前の。うん？二人とも知り合いだったんだ。ちょうどよかった。こっちは五道つぐみ、私の親友なんだ。
あんたか。まさかあんたが。最近マキにちょっかい出してる男子生徒がいるっていう噂は聞いてたんだけど、あんただったのね。一体どういうつもりよ。ことと次第によっちゃただじゃ済まないからね。違うよつぐみ、彼はそんなんじゃなくて友達で。マキは黙ってて、今私が話してるんだから。5回も6回もない、マキに近づくやつはただじゃ置かないんだから。マキ行こう。ちょっとつぐみ、ごめんね。バイバイ。あ、いたいた。おーい。今時間あるかな。ちょっとお話ししたいことがあるんだけど。よかった。じゃあちょっとこっち来てくれる？ごめんね、こんなところまで来てもらっちゃって。それでね。ほらつぐみ、こっち来て。はい、彼に言うことあるんでしょ？つぐみ。わかったわよ。この前はごめん。あんたのことをよく知りもしないで怒鳴ったことは謝るわ。うん、偉い偉い。でもそれとマキのことは別だからね。ちょっとつぐみ、見てたわよ。あんたマキに連れてこられた時妙にそわそわしてたわよね。どうせもしかして告白されるかもとか思ってたんでしょう。まったく、これだから男は油断ならないのよ。ま、あんたがマキを狙うのは自由だけどさ、あんたの行いは私がチェックしてるからね。覚悟しときなさい。ほらマキ、これでいいでしょ。え、いいのかな。とにかくみんなで仲良くしようね。そうね、みんなでね。じゃあ私たち行くわね。それじゃ。その日は、うん、大丈夫、空いてるよ。うん、メモ完了。楽しみにしてるからね。当たり前だろ、バレンタインなんだから。違うんだな。明日は休日だろ。だからな、一日繰り上げて今日実施しようと女子の間で協定が結ばれたんだよ。ちなみに
ホワイトデーもだぞ。ホワイトデーは2日繰り上げだからな、忘れるなよ。当たり前だっつーの。俺のチョコに対する執念を甘く見るなよ。まったく、そうと知ってれば学校休んだもの。ああ、朝から女子のチョコ攻めだよ。こっちは受け取る気がないんだから、正直いい迷惑だよ。受け取らないよ。好きでもない子から受け取ったってかえって迷惑だろ。ムカつく、こいつムカつく。おい、お前もなんか言ってやれ。はい、チョコレート。どう？嬉しいでしょう。なんてね。うん、ギリチョコでも手作りの方が嬉しいでしょ。あ、形が悪いのは許してね。待たせたのなら本当？ありがとう。それじゃあさ、早速行こうよ。よし、今日は遊ぶぞ。ねえ、どこに行こっか。いいね、いっぱい取って二人で山分けてね。見て見て、ほら、猫猫親子のぬいぐるみゲットしちゃった。かわいい。うん、ちょうど取りやすいところにあったんだ。ラッキーだったよ。誘ってくれて嬉しかったよ。それじゃまた。あのね、お願いがあるんだけど、昨日出た宿題の範囲教えてくれないかな。うん、だからこれから急いでやろうと思って。あ、どうしたの？ユウ、お前も参加するのか。手は抜かないからな。まあそう急ぐなよ。最初は女子から走るみたいだぞ。違うわよ、途中で倒れたから先生にここまで運んでもらったの。全然ダメ。
やっぱり私はこういうのは向いてないのよ。本当？風が気持ちよくてつい夢中で走っただけなのよ。これから一緒に帰るところなのね、いつき。うん、部活の買い物一緒に選んでほしいって頼まれちゃってさ、スポーツショップに行くんだ。まあね、よく練習メニューや試合のこととかも相談に乗ってもらってるのよ。こう見えていつき結構頼りになるから。失礼だな、こう見えてはないじゃん。まあ運動部同士だしさ、助け合いの精神ってやつ、チームワーク、チームワーク。そういうわけだから私たち行くね。じゃあね。用事かしら。そうね、その日は予定があるけど、今度の日曜ならいいわよ。どうかしら。それじゃあ当日ね。なのか。悪い、その日は無理だな。私が早く着きすぎちゃっただけ。それじゃあ行きましょう。
行きましょうか。ええ、行きましょう。ねえ、この服どう思う？そう思う？私もそう思ったの。今日はとっても楽しかったわ。きっとあなたと一緒だったからね。よかったらまた誘って。きっとよ。それじゃあまた。そりゃあそうだろう。今日は前倒しホワイトデーだからな。お前もちゃんと準備してきたんだろ。俺はチョコ受け取ってないからな。誰もいないな。まあ、あそこにいるけど。見るな！そんな目で俺を見るな！どうせ俺はホワイトデー予算全部来年に繰り越した！悪いか！はい、ありがとう。家に帰ったら早速食べようっと。嬉しいな。どうしたの？何か用かな？え？私でいいの？嬉しいな。よっ、まだ俺には勝てんな。それでも俺よりは高いけどな。テスト結果見たよ。すごいね。びっくりしちゃったよ。そんな、ご謙遜ご謙遜。でも次は私も負けないよ。
卒業式の日にこの木の下で結ばれた恋人同士は永遠に幸せになれるって。この伝説って本当なのかな。そうだよね。でもなんかね、素敵な伝説だなって思うんだ。もし本当じゃなくてもね。行こっか。この木の下で二人っきりでいたら告白してるって思われちゃうもんね。ほらほら、早く逃げろーなんてね。よ、卒業式無事に終わったな。そういやお前、告白とかするのか。ほら、伝説の木の話だよ。ああ、そういやそうなのかもな。正直よくわからんよな。お前ら、そういうことは告白する相手を見つけてから考えろよ。俺だ。実はな、ボランティア活動があるんだが、お前出てみないか。お前は真面目だからな。よし、お前ならそう言うと思っていたぞ。明日中央公園で行われるからな。うん、俺だからな。中央公園のゴミ拾いだ。思う存分綺麗にしてこい。じゃあな。こんにちは。君も来たんだね。うん、本当は買い物に行こうかと思ってたんだけど、こっちに来ちゃった。うん、買い物は来週でも行けるけど、こういう活動ってなかなか参加できないからね。だから今日はこっちに来ちゃった。ストップザシーツ。メモリやってる場合ではない。いいから、お前は俺と一緒に来い。先生も昔やんちゃしてた時期があってな。あった。お前にはいらん心配だな。よし、今日はここまでだ。やんちゃしないで帰れよ。
今月のお小遣い。成績上がったから額もちょっと上げておいたって。よかったじゃない。いけない、もうこんな時間。それじゃあ私行くね。うん、部活の準備をいろいろとね。じゃあね。待たせるより待ってる方が好きだしね。それじゃ。それじゃあ今日はどこに行こっか。うん、行こう行こう。ねえ、私にはどんな服が似合うと思う？嬉しいな。今日は本当にありがとう。最高の一日だったよ。あのね、その一緒に帰ろうね。ありがとう。気をつけて帰ってね。あ、電話かけてきてくれたんだ。
あれ？いきなりどうしたの？ゆうゆう、やるじゃない。他に聞きたい、また何かあったら連絡して。俺たち今年も同じクラスだな。よろしくな。あ、今年も同じクラスになったね。なんか嬉しいな。そして担任は俺だ。おら、全員席につけ。下で結ばれた恋人同士は永遠に幸せになれるかね。え、私も幸せになれるかな、なんてね。君に聞いてもそんなのわかんないよね。ごめんね。さ、行こう行こう。マキ、それ本気で言ってるの？うん、だって私つぐみみたいに頭良くないし、生徒会でもみんなに迷惑かけてばっかりで、こんな私が看護師になんてなれっこないよ。そんなことない、マキならなれる、絶対になれるよ。私には無理だよ。そんな、そんなに簡単に諦めちゃうんだ。マキの夢ってその程度のものだったんだ。わかった、マキがそう決めたんなら私はもう何も言わない。つぐみ、でも私はそんな弱気なマキなんて嫌い、大嫌い。謝らないで。こっちこそ変なところを見せちゃったね。そっか、聞こえちゃったんだ。私ね、私の夢、看護師になりたいっていう夢、もう無理じゃないかなってそう思ってるんだ。でも看護師さんは人の命を預かる大切な仕事だもん。そんな大切な仕事、私には、とても。だってそうでしょ？私みたいに勉強もできない、
元気だけが取り柄の看護師なんて、そんな看護師になんて命預けられる？見てるようだけど、なんか用事さあるべか？ああ、私まだ転校してきたばかりだから、見慣れねえのは当たり前だっちゃ。ここで会ったのも何かの縁だっちゃ。自己紹介させてもらうべや。私の名前はエリサ・ドリトル・ナルセっていうっちゃ。なんだけど、そろそろ見直した方がいいんじゃないかな。じゃ、今年もやりますか、なんてね。覚えるの？この特技を外す？これを実践する？
この特技を覚える、この特技を覚える。これを実践、これで終わりにしていいの？お疲れ様。どう？うまくできた？そっか、それなら安心だね。高校生活も残り2年になっちゃったし、悔いのないよう頑張ろうね。けど、でもいいの、結局言い訳になっちゃうからね。うん、あ、でもごめんなさい、次からは気をつけるから。ありがとう。それじゃあ行こうよ。そうだね。この時期にしか見られないから、しっかり心に焼き付けておかなきゃね。桜ってすごく綺麗だけど、すぐ散っちゃうのが残念だよね。うん、散らないでほしいなんて思うのは、きっと私たちのわがままなんだもんね。今日は本当にありがとう。最高の一日だったよ。また誘ってね。あのね、その一緒に帰ろうね。
あ、何？あ、いいけど、誰？ちょっと待ってね。はい、こんな感じよ。他に聞きたいこと。いいけど、誰？評価はね。ゆうゆう、やるじゃない。他に聞きたい。また何かあったら連絡して。ノートを返してくれてありがとうございました。とっても大事なノートだったんです。なくしてしまったのかと思ってすごく困っていたんです。それでそのもしかしてノートの中見たりとかしましたか？嬉しいな。ありがとう。大切にするよ。あ、もしよければなんだけど、一緒に帰らない？あるんだけど、付き合ってくれないかな？本当？よかった。じゃあお言葉に甘えて、ほら、こっちこっち。今日はなんとなくなんだけど、欲しいものが見つかる気がするんだ。うん、でも見つかりそうな気がするの。予感っていうか、なんというか。まずはあのお店からね。レッツゴー。
便箋のお返事ありがとうございました。中身を見てしまったことは気にしないでください。忘れ物をした私がいけないんですから。おっしゃる通り、あれは洋菓子のレシピです。私、甘いものを作ることが大好きなんです。まだ全然上手じゃないけど、甘いものでみんなを幸せにするのが私の夢なんです。だからお菓子への愛情を感じるって言われてすごく嬉しかったです。そんなこと言われたの初めてでしたから。そんな優しい言葉をかけてくれたマダミのあなた、どんな人なんでしょうか。とても気になってしまいます。だからもしよかったらこのノートで私と交換日記をしてくれませんか。私歌うの大好き。今日は何歌おうかな。ねえねえ、二人でデュエットしない？やったー。それじゃあさ、このラブソングなんてどう？ねえ、この後もうちょっとだけお話できないかな。よかったらでいいんだけど。本当？やったー。それじゃあ行こう行こう。あー、このお店最近女の子の間で人気なんだよ。くれてありがとう。
じゃあ行こう。それじゃあ何して遊ぼっか。大丈夫だよ。ありがとうね。じゃあね。交換日記、OK してくださってありがとうございます。これからよろしくお願いしますね。あ、その前に自己紹介しなくちゃ。ごめんなさい。私は本名を書くのが恥ずかしいので、春っていう名前にさせてください。あなたはなんていうお名前なんでしょうか。私みたいにペンネームでも構わないので教えてくださいね。私はこのきらめき高校の定時制に通ってます。夜学校に来てるんですよ。
くなんだけど、誰と出るかもう決まってる？そうなんだ。じゃあさ、私とどうかな。本当？やったー！よーし、1位になれるよう2人で頑張ろうね。二人三脚だよ。パートナーと協力して1位を目指してね。合図が鳴ったらスタート。掛け声に合わせて L ボタンと R ボタンを交互に押してね。押すボタンを間違えたりタイミングがずれると転んじゃうよ。怪我しないように頑張ってね。よーし、力を合わせて頑張ろうね。位置について、よーい、やるじゃないか。さすがだね。文句なしの勝利って感じだよ。おめでとう。調べ物、そっちは？ずいぶん真面目なんだな。お、何が？ん？ああ、噂話ね。別に気にしてないさ。言いたい奴には言わせとけばいいよ。さてと、それじゃあ私は行くよ。じゃあまたな。もう6月、早いものです。そろそろ梅雨の季節。私は雨の日があんまり得意じゃありません。だからちょっと憂鬱かな。あ、そうだ、この前の日記で私が昼間何をやってるのかって質問してらっしゃいましたよね。答えはお昼はお店で働いています。どんなお店か分かりますか？そう、スイーツショップなんです。でもどこのお店で働いているかは、
恥ずかしいから内緒です。実は私、お菓子を作る職人さん、パティシエールになりたいんです。大好きなお菓子を自分で作って、お菓子が大好きな人たちに食べてもらう、そんなパティシエールになりたいと思ってます。と言ってもまだ材料を切ったりお皿洗いぐらいしかさせてもらってないんですけどね。そのお店の店長さんはすごく美味しいお菓子を作るんですよ。とても尊敬できる人なんです。で、その店長さんがパティシエールになるのもいいけど、ちゃんと高校は出ておいた方がいいよって、そう言ってくれたんです。だから昼はお店で働いて、夜はここの定時制でお勉強してるんです。これが私の秘密です。そんなに大したお話じゃなくてごめんなさい。すごいね。今週はなんだか調子が良さそう。来週もファイト。おくれたんだ。え、私でいいの？嬉しいな。うん、わかった。あんたもこれから帰るところなの？いいわよ。じゃ、行こうか。もうすぐ期末テストね。どう？勉強ははかどってる？いつも通りよ。ただ、あんたには絶対負けないからね。あわよくば学年トップの座を、とか思ってるのかもしれないけど、少なくとも文系でトップの座を明け渡すつもりなんて1ミリもないからね。とにかく私が勝つ。いいわね。負けないから。もしかして髪型変えた？すごく見た目が変わってきたもんね。かっこいいよ。うん。よう、どうかしたのか？
そうだな。うん、いいよ。うん、それでいいよ。どうかしたのか？悪い。聞けて嬉しいな。え、私でいいの？うん、わかった。おめでとう。バースデープレゼント受け取ってくれるかな。何にするか悩んだんだけど、気に入ってくれると嬉しいな。ごめん、待たせたね。ん？ちょっと野暮用でね。悪いね、そう言ってくれると助かるよ。まさか、約束したんだ、ちゃんと来るさ。あ、そうだな。お前さん、私といて楽しいか？そうか、変わってるんだな、お前。いい暇つぶしになったかな。じゃあまたな。電話で。そうね、まあ幼なじみのよしみで頼まれてあげる。評価はね、
ゆうゆう、他に。はい、私と。冗談やめてよ、今さらそんな関係でもないでしょ。他に聞きたい、また何かあったら連絡して。看護師がいい、そう言ってくれたでしょ。あの言葉すごく嬉しかったんだ。君やつぐみには迷惑かけちゃったけど、今は本気で頑張ってるよ。うん、はい、応急処置完了。これで少しはマシになると思うよ。よかった、テーピングは問題なさそうだね。いえいえ、どういたしまして。やっぱり私看護師になりたい。君の手当てをしててそう思った。ありがとうって言ってもらえると本当に嬉しいんだなって。まだ俺には勝てんな。それでも俺よりは高いけどな。テスト結果見たよ、すごいね。びっくりしちゃったよ。そんな、ご謙遜ご謙遜。でも次は私も負けないよ。7月なんですね。びっくりです。普通はそろそろ夏休みだなんていう時期ですが、残念ながら私は夏休みもお仕事なんです。あ、でもでもお仕事自体は大変なことも多いけど、とっても勉強になって楽しいんです。だから夏休みがなくても大丈夫なんです。あなたは夏休みはどういう風に過ごす予定ですか？そうそう、どうして携帯じゃなくて交換日記なのってお話でしたよね。実は私携帯持ってないんです。そのあまりお小遣いとかなくてごめんなさい。でもこうやってノートを使った交換日記っていうのも新鮮じゃありませんか？ノートを通じて会話をしていると
だんだんとあなたのことが分かってきました。でもまだまだ知らないこともいっぱいあるので、もっと知りたいです。だから私からも質問させてくださいね。そうだ、肝心なこと聞き忘れてました。今何年生なんですか？先輩なのか同学年なのか気になります。時間があるときでいいので教えてくださいね。ではでは。